建築について、オアウグストゥスに披露するウィトルウィウス。1684年の絵画、マルクス・ウィトルウィウス・ポン・リオは、共和制ローマ期に活動した、建築家、建築理論家である。建築についてを表した。この書物は現存する最古の建築理論書であり、おそらくは、ヨーロッパにおける最初の建築理論書でもある。ウィトルウィウスについては、建築についての著者であること以外には知られず、 その出生年、没年、家計は不詳である。ただし著作からは、彼が建築家であることは明らかであり、またアフリカ戦争時にガイウスユリウスカイサルの下で勤務し、アウグストゥスに仕えたことが確認できる。著作によって名声を得ようとしたようであるが、彼の建築についてが、ローマ建築にどのような影響を与えたかは定かではない。ただし、多くの専門家や、 専門家は、ウィトルウィウスの理論を、建築技術の基礎とみなしており、建物のタイプ、スタイル、材料、及び、建設方法を分類するウィトルウィウスの試みは、土木工学、構造工学、建築技術、建築デザインなどの多くの分野の創設に影響を与えている。スティーブン・エミットによると、建築技術と設計の関係は、啓蒙主義と、 産業革命に遡ることができる。この時代は技術と科学の進歩が進む道であり、進歩への確かな信頼の時代であったとしテクノロジーの数と複雑さが増すにつれ、建築業界が細分化し始めたとしている。建築については、おそらく紀元前30年から紀元前23年の間に書かれたと推測される。この書において最も知られた理論は、 ある建築が成功するかどうかは、職人の技や形式ではなく、建築家の仕事が社会と持つ、相関性に依存するというものである。また、良い建築は、堅固さ、快適さ、快という三つの条件によって成り立つとする定式は、多く、ウィトルウィウスに返せられるが、これが直接彼の理論であるか、それとも翻訳者による不縁であるかどうかについては、議論がある。現在にまで、 建築についてが伝わっているのは、カール大帝によるカロリング城ルネサンスのたまものである。他のラテン語著作と同様、この時に多くの筆工本が制作された。現在残る写本のほとんどは、この時に制作された写本の一つを定本としている。ビィトルウィウスの理論は、中世においても知られていたが、ルネサンス期の建築家に特に注目され、新古典主義建築に至るまで、 古典的建築の基準として影響を与えた。ウィトルウィウスは建築についての中で水車について論じている。古代ギリシアにおいて水車とは水平に流れる。小川の流れを利用して作動させる横向きの車輪を意味し滝のように落下する。水の力を利用して作動させる現代的な水車は知られていなかった。ウィトルウィウスは建築についてにおいて校舎の水車を紹介し、 こちらを用いることでより強力な水力を活用できることをヨーロッパで初めて提唱した。そして西洋では現代に至るまでこちらの水車が一般的なものとして受け継がれている。このことから水を縦に落として作動させる形式の水車は横向きのギリシア型、ノルウェー型と対比してウィトルウィウス型と呼ばれている。ありがとうございます。